ミッシュフチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ミッシュフスタッフの金子です。今日はですね、先日、ご紹介しましたコンバースタイムライン2023年 SS モデル、コンバースワンスター J ヴィンテージ、キャンバース、こちら商品入荷しましたので、ディティールの紹介をですねしていきたいと思います。今回実際ですね、自分も、実物見させてもらったんですけれども、正直めちゃめちゃ良かったと思います。写真とかだとわからない部分っていうのも、ありましたので、細かい詳細の方ですね、チェックしていきたいと思います。はい、まずですね、商品の、全体像ですね。はい、こんな感じですけれども、はい、まあ、全体的なディティールはですね、写真見た通りだったんですけれども、やっぱりこうやって実物見てみると、かなり雰囲気はありますね。でキャンバスもですね、オールスターとかに使われてるのと同じなんだと思うんですけど、やっぱり日本製の、キャンバス、非常に品質がいいものになっておりますし、あとはこの紐がですね、意外と、太かったですね。コットンの、細い感じのヴィンテージっぽいものというよりは、やっぱり90年代のコンバースに使われたような、ちょっとこう少しポリエステルっぽい、ちょっとだけツヤがある感じの、シューレースでした。これもやっぱりなんとなくちょっとこうレトロな感じっていうんですかね、はあります。であとはですね、インソールですね、黒いんですよね。はい。で、まあ、コンバースでメイドインジャパンってあるんですけど、やっぱりこの年代のワンスターって、インソールこんな感じだったんですよね。まあ、てっきり日本製オールスターの感じで、なんか赤枠のやつなのかなと思ってたんですけど、ここもしっかりこだわって作っておりますね。今回メイドインジャパンになっておりますけど、90年代ワンスターのメイドイン USA を彷彿させる表記となっております。まあ、あとはですね、まあ、この前ご紹介した通りで、まあ、トゥーガードだったりとか、まあ、このワンスター表記で、ここもちょっと大きいパッチなんで非常にいいですね。いう感じで、かなりいい仕上がりですね。高品質で、雰囲気があるっていう感じですかね。はい。で、まあ、シューズももちろんそうなんですけど、ボックスですね。はい。こちらもですね、見ていただくとわかるんですが、ネットとかで検索するとこの箱って、まあ、ヴィンテージのやつ出てきますが、まあ、自分もですね、実物見たことないんですけど、めちゃくちゃレトロな雰囲気ありますよね。この箱っていうのも今回初採用っていう形になりますので、非常にこうレア度の高い、ボックスになってるのかなと思います。はい、っていう感じですね。非常に、やっぱり思った通りの、仕上がりでしたし、見るとますます欲しくなってしまうなっていうのが正直なところでございます。やっぱりですね、このキャンバスっていうのは非常にいいですね。夏これから暑くなってくるときはもちろんですし、まあ、スウェードのものよりも少しリーズナブルになるので、まあ、そのお財布的にもまあ、ありがたいかなというのも正直あります。で、こちらですね、無事入荷しましたので予定通りですね、3月の17日間ですね、販売を開始いたします。やはりこちらですね、タイムラインのワンスターは非常に人気高いですからね、気になる方はお早めにですねチェックしていただきたいなと思います。ではですね、本日ミッシュフチャンネルはですね以上となります。ご視聴ありがとうございました。またですね、次回のミッシュフチャンネルもお願いいたします。